TBS では、2023年1月期の金曜ドラマ枠、毎週金曜夜10時で井上真央主演の、切なくて温かい、ファンタジーラブストーリー、100万回、言えばよかった、を放送することが決定した。幼馴染みだったが、大人になってから偶然再会し、改めてお互いを運命の相手だと確信した相馬由衣、井上真央、と鳥野直樹、佐藤健、運命のいたずらなのか、由衣にプロポーズしようと心に決めた矢先、直樹は不可解な事件に巻き込まれ突然優世の前から姿を消してしまう、悲しみに暮れながらも直樹を懸命に探す由衣だったが、実は直樹は自分が死んだとわからないまま魂となって現世をさまよい続けていた、自分の声が由衣に届かず、何かがおかしいと不安を感じている彼の前に現れたのは、唯一直樹の存在を認識できる刑事の魚住譲、松山健一。直樹は譲に、自分の言葉を唯に伝えてほしいと頼むのだが、一番愛している人にきちんと、ありがとう、さようなら、愛している、を言えないまま別れることになってしまった直樹は、その、思い残し、を果たすことができるのか、愛する人を突然失ってしまった唯、魂だけになってもそんな唯をそばで見守る直樹、そして死の真相を追う刑事でありながら、直樹の唯一の媒介者として唯に関わっていく譲る、そんな三人が関わり合いながら、当たり前のことは、決して当たり前ではない、というメッセージを伝えるとともに、その当たり前がどんなに愛おしくかけがえのないものか、を改めて訴えかけるオリジナルストーリー、誰もが、一番愛している人にきちんと、さようなら、を言えないまま、お別れすることになりませんように、全人類にとって未曾有の事態となった現代、大切な人には今の気持ちを精一杯伝えたい、いろいろなことに押しつぶされそうになっているすべての方々に送る、人生の応援歌。